静岡市歴史巡り町話。今日は静岡の鉄道のお話です。江戸時代にお茶の商人が集められ、やがて製茶工場が集まる町となった茶町。茶町周辺から輸出されるお茶を清水港へ運ぶための鉄道が明治41年、1908年に運行を開始しました。最初に開通したのは現在の葵区高城と清水港との間。その後、高城から茶町を通って現在の葵区安西まで路線は伸びていきました。安西では当時、県内各地で生産されたお茶を荒茶に仕上げる産業が盛んだったのです。当初は小型で輸送力の小さい軽便鉄道でしたが、大正9年にレールの幅を一般的な鉄道と同じ1067ミリへと広げて、同時に電化にも着手し、大型の車両の走行が可能になりました。トラック輸送の発達により、お茶を運ぶために敷かれた鉄道は人を運ぶものへと変わっていき、沿線開発によって昭和2年には遊園地、昭和5年には野球場が建設されました。この鉄道は合併や再編を経て現在の静岡鉄道になりました。静岡市内線が昭和37年に、清水市内線が昭和50年に廃止され、現在は元の高城町駅である新静岡駅と元の清水相生町駅である新清水駅を結ぶ静岡清水線が静岡鉄道唯一の鉄道路線となっています。昭和50年、かねてから路線バスなどに導入されていたワンマン運転がこの路線に導入されました。開通から100年を超えて、今も毎日多くの人たちを運んでいます。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。昔は清水区に路面電車走ってたんだよね。今は廃止になってしまいましたけど、懐かしいな。